ジャミト夫人将のランチです。ハッチを開き、ランチを回収しろ。ハマン様、アーガマからも通信兵の着艦許可の連絡が届いていますが。アーガマから？はい。ジャミトフが動くのはわかるが、拒否いたしますか？いや、構わない。ミネバ様はどうなっている？ランチで移動中であります。よし。ゼダンの門が落ちた時、お前の姿を見なかったな。心苦しく思っております。ジュピトリスが好きに動いてくれませんでした。気候の報告は読んでいる。多少気が引けてハマーンに会う気になったのか？はい。まあいい。地球の連邦軍もそろそろティターンズと手を切りたがっているという話ではないか？冗談ではない。状況はそう簡単に変わるものではない。まあそれはどうでもいい。私は宇宙の力を手にした。引力に魂を惹かれたティターンズなど恐れるに足らん。大した鼻息だな。私に組みする最後の機会を与えてやろうと思ったのだが。そちらこそ私につけばよいもの。お前はどうなのだ、シロッコ？地球の引力に魂を惹かれた人間が空の民を率いていけないという君の意見は正しい。しかし私はジャミト不覚下に忠誠を誓っている。この自分の血でな。このグアダンで私を殺したらどうなるか分かっているだろうな。もちろん。しかしお前を生かしておくよりは危険が少ない。それも考えようだな。どうした？ハマーは？ここは我々しかいませんよ、ジャミト不覚下。シロッコ、貴様。若い女を口説ききれませんでしたが。聞こえるか、全ティターンズ艦隊。これはジャミトフ・ハイマン閣下の遺言である。ジャミトフ閣下はハマーン・カーンの手によって暗殺された。直ちにグアダンを叩け。これは閣下の弔い合戦である。それぞれが出会わなければ決して失わなかった命が宇宙に次々と吸い込まれていった。戦いは血で飾らなければならない宿命を持つ。生き残った者たちが行くところはどこか、その予測も立たないままに人は人の生き血を吸う。カミーユ、静かね。喋ったら疲れますよ。落ち着いたらアーガマに戻ります。しばらく辛抱してください。もういいのよ、カミーユ。注意。カミーユ、私の命を吸って。え？私の命を吸って、そして勝つのよ。注意。私は見たわ。ゼータガンダムは人の意志を吸い込んで自分の力にできるのよ。だからそんなこと
わらせる。それをあなたがやるのよ。神指だ。わかりました、エマチュイ。たくさんの人があなたを見守っているわ。あなたは一人じゃない。はい、エマさん。寂しがることはなくてよ、エマさん。エマチュイ。シロックにレーザー砲を潰させるわけにはいかん。ティターンズの艦隊をやらせるわけにはいかん。中心部はあれか。シロックのやつ。ん？レーザー砲を潰そうというのかい？これ以上破壊されると発射できなくなる。抜かったな、シャア。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。そうかな。もしも私の元へ戻る意志があるのならば。今さら。道を誤ったのだよ。貴様のようなニュータイプのなり損ないは粛清される運命なのだ。わかるか。まだだ、まだ終わらんよ。エマ注意、神指弾、行きます。シャーメン、居住ブロックに逃げたのか。あの女、自らシャアを葬ろうというのか。面白いな。劇場の跡か。シャア、拳銃を捨てろ。ハマン。大した役者だったよ、シャア。話し合いの余地がないとするならば、ここがお前の死に場所になるな。いや、もう一人役者がいるな。そうだな、こんな芝居じみたことはシロッコの領分だったな。私は歴史の立ち会い人に過ぎんからそうも見えるかが、シャアよりは冷静だ。私が冷静でないだと。そうだよ、貴様はその手に世界を欲しがっている。シロッコの言う通りだろう、シャア。ならばザビ家最高に手を貸せばいい。その上で世界のことを共に考えよう。この小うるさい見物人を倒してな。ハマン、私はただ世界を誤った方向に持って行きたくないだけだ。では聞くが、ザビ家を倒しティターンズを排除した世界でお前は一体何をしようというのだ。私が手を下さなくともニュータイプへの覚醒で人類は変わる。その時を待つ。私に同調してくれなければ排除するだけだ。その上でザビ家を再興させる。それが分かりやすく人に道を示すことになる。また同じ過ちを繰り返すと気づかんのか。世界の都合というものを洞察できない男は排除すべきだ。それは違う。神湯か。本当に排除しなければならないのは
地球の重力に魂を惹かれた人間たちだろう。けどそのために大勢の人間が死ぬなんて間違ってる。愚劣なことを言う。生の感情を出すようでは俗人を動かすことはできても我々には通じんな。人の心を大事にしない世界を作って何になるんだ。天才の足を引っ張ることしかできなかった俗人どもに何ができた。常に世の中を動かしてきたのは一握りの天才だ。違う。神よ、引け。やだ。ちっぽけな干渉は世界を破滅に導くだけだ、少年。神よ。お前たちは。行くんだ、カミーユ。コロニーの外へ出るぞ。はい。来ました。グリプス2、発射準備よしです。待て。艦長、どうしたんですか？発射体制のまま待機。待てませんよ。ターゲットは動いてんです。待機しろ。まだ神優たちがいるんだよ。一度火を入れたコロニーレーザーは爆発もするんだぞ。それ以上偶然は続かんよ、神優。武器はメタスには避けられない。分かってるわ。けどタイ、一緒にここを脱出する。カミー、あなたはまだやることがあるでしょう。この戦争で死んでいった人たちは世界が救われると思ったから死んでいったんです。僕もあなたを信じますから。君のような若者が命を落として、それで世界が救えると思っているのか。タイ、新しい時代を作るのは老人ではない。出てきたのか。よし、コロニーレーザー発射だ。了解。現実も見えない男が。さかしいだけの子供が何を言う。賢くて悪いか。これであの武器は使えまい。たまん。甘いな、シャア。何？これで終わりにするか、続けるか、シャア。そんな決定権がお前にあるのか。口の利き方に気をつけてもらおう。We'll be right back.
お前だ。いつもいつも脇から見ているだけで人をもてあそんで。勝てると思うな小僧。許せないんだ。俺の命に変えても体に変えてもこいつだけは。こいつなんだ。わかるはずだ。こういうやつは生かしておいちゃいけないって。わかるはずだ。みんなみんなにはわかるはずだ。焦りすぎよ。だからいけないの。パワーが団地なんだよ。そん時はどうすればいい。俺の体をみんなに貸すの。それでいい。カミーユ、ダメよ。まだそんなことを言う。おどき、子供にはわからないんだから。今はカミーユに任せるの。嫌です。パプテマス様は今日という時にはいてはならない男だ。分かってくれサラ。ダメです。パプテマス様は私の。なんでそう頭だけで考えて。そんなんじゃ疲れるばかりじゃないかサラ。だってそうしないと私。カミーユが見ているものを見てごらんよ。あの中にいる人だってすぐこうして溶け合えるんだ。本当？あ、ゼータか。どうしたんだ。私の知らない武器が内蔵されているのか。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコにはこの俺の体を通して出る力が。体を通して出る力。そんなものがモビルスーツを倒せるものか。何？カミーユはその力を表現してくれるマシーンに乗っている。ゼータガンダムね。女の声。まだ抵抗するのなら。うわジオ、動けジオ。なぜ動かん。ここからいなくなれ。私だけが死ぬわけがない。貴様の心も一緒に連れて行く。神ゆっぴだ。シロか、やったのか。光が広がっていく。カミーユ、カミーユ、生きてるんでしょ。カミーユ、返事をして。カミーユ。大きな星がついたり消えたりしている。大きい彗星かな。いや違う、違うな。彗星はもっとバーって動くもんな。暑苦しいなここ。出られないのかな。おい、出してくださいよ。ねえ艦長、ブライト艦長、神指弾が聞こえますか。お前もアーガマに帰りたいのね。